こんにちは,何は金太郎ですいつもご視聴いただきありがとうございます今回のお話は「一途な思い」「祈りを込めた」「かはし」「美さんへのラブコール沢田研二さん75歳の誕生日見事リベンジ復活を遂げたジュリー「ザ・タイガース」再結成への「一途な思い」「祈りを込めた」「かはし」「美へのラブコールこんなお話をさせていただきます どうぞ最後までお付き合いください。また、皆様からのご意見やご感想などもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだ一生懸命。ツアー、ファイナル、バースデーライブ。が、埼玉スーパーアリーナで行われた。沢田健二さん、昭和23年6月25日生まれ。日本の歌手であり、現在は、俳優、作詞家、作曲家としても活躍されています。 グループサウンズ、ザ・タイガース、GS のバンドです。1967年2月に、僕のマリーでデビューして、その後、モナ・リザの微笑み、君だけに愛を、などと、多くのヒット曲を話すも、1971年の日本武道館コンサートを、最後に解散しました。その後、1981年11月に、同窓会と銘打って、再結成して、さらに、30年を経た、 2013年12月にオリジナルメンバーでのザ・タイガース復活コンサートが複数回開催されたピッグのボーカルで本名は沢田健二身長171センチ血液型 A 型両親の実家がある鳥取市の生まれで京都育ちニックネームはジュリーとしてファンからは親しまれています奥様は女優の田中優子さん 昭和30年4月29日、現在は68歳になります。本名、沢田優子。お二人は、現在も、夫婦円満で、仲のいい、おしどり夫婦ですね。1960年代後半のグループサウンズ、全盛期から最前線で活躍し、ソロとしてのシングル総売り上げは、1241万枚を記録した。この年にはようやく、カラーテレビが放送開始された。 この頃の昭和の歌謡界では、こんな歌が流行した年でもありました。松尾和子、和田博史と、マヒナスターズ。誰よりも君を愛す。井上博士、雨に咲く花。ザ・ピーナッツ、悲しき16歳。藤島武雄、月の宝禅寺横丁。などが流行した年で。また、当時の流行語には、信じられない言葉が流行しました。それは、家付き、川付き。 ババア抜き。女性が結婚する相手を選ぶときに使われた言葉でした。ソニーが世界初のトランジスタテレビを発売し、インスタント食品が登場してプロレスラーのジャイアントババとアントニオイノキがデビューした。また、可愛いダッコちゃんが大流行しては若者にジーパンが流行した年でした。そしてザ・タイガース、ピッグ時代も含めたシングルの総売り上げは1668万枚に、 昇る勢いでした6月25日75歳の誕生日にライブツアーまだまだ一生懸命オアート2の千秋楽を迎える澤田賢治さんこの日はスペシャルゲストとしてザ・タイガースのメンバーの岸辺一徳さん76歳人見稔さん76歳森本太郎さん76歳の3人が登場すると発表された SNS には喜びの声がある一方 トップは出ないのかなカハシカツミさん75歳の不在に落胆する。ファンも多かったようです。カハシさんは1969年に脱退しており、その2年後にザ・タイガースは解散しています。カハシさん脱退の背景にはグループの方向性と所属事務所への不満があったと言われています。何度かタイガースを脱退したいと打診していたようですが、超売れっ子のグループメンバーを 事務所が手放すわけもなく、かはしさんの意思はないがしろにされていました。そして彼は突然失踪し、解散した。メンバーの一人は、インタビューでは、かはしさんの脱退について、こんな発言をしていました。彼の情熱が消えていくのを見てました。デビューして一年くらいは良かったけど、映画を撮ったり、シャボン玉ホリデーに出たり、なんでこんなことしなくちゃいけないの なんてことがいっぱいありましたから、誰にも何も言わずにいなくなっちゃった。5人でやるつもりでずっとかけてきたのに、歯車が一つ抜けて、ガタガタになったような気持ちでした。遡ると最後に、沢田さんと河橋さんが、公の場で共演したのは、2013年のことでした。沢田さんが、タイガース全員でライブをやりたいと。彼が温度を取り、44年ぶりに、オリジナルメンバーが再結集した。 川わさんとはなかなか折り合いがつかなかったようですが、沢田さんが個人的に会いに行って、川はさんを口説き落としたと聞いています。今回は10年ぶりの共演とはいかなかったが、沢田さんは事前に川はさんへオファーを出していたそうです。そんなことをスポーツ指揮者が語っていました。昨年の初夏、川はさん以外のメンバーが一緒に食事をしたそうです。川はさんがボーカルを担当した 花の首飾りを歌おうとなったらしく。そこで、沢田さんが一役買って、出演を依頼したのですが、一向に返事は来なかったそうです。沢田さんは、タイガースで一緒にやってきたメンバーと、音楽を楽しみたい。という一途な思いが強く。だからこそ、諦めずに、かはしさんにオファーし続けていると明かしていました。当時の懐かしい、週刊明星。1987年1月29日号には、 このように記載されていました。優子さんとは、昭和57年の正月映画、男はつらいよ、花も嵐も虎二、虎次郎で。共演して以来、二人の交際が始まり、以後、59年の、カポネ、大いに泣くで、再び共演したときには、周囲に、お構いなく、お熱いシーンを披露していましたね。ジュリーは、優子に、歌のレッスンをつけるようになり、その後は、 ステーージをプロデューススすするまででに発展したそうですスナックやコンサート会場で、二人の仲睦まじい様子が何度も目撃されています。マスコミの話題にもなり、ジュリー自身。妻の言うことのことは、結構ズうずうしくやっています。そっとしていただけたら嬉しいです。そして、今回、2023年6月25日、曰くの地。埼玉スーパーアリーナで、見事リベンジ復活を遂げたジュリー。 75歳になっても、ジュリーはまだまだ、生きようようとして元気です。最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。また、よければ、チャンネル登録や、皆様のご感想もお願いします。